親衛隊階級では、ナチスドイツの親衛隊の隊員が使用していた階級、及び階級章について記述する。親衛隊の階級は、その母体である、一般親衛隊の初期の部隊編成が由来である。もともと一般親衛隊は、上位組織の突撃隊に習ってという部隊編成を、とっており、それぞれの司令官は、指導者と呼ばれた。親衛隊集団なら、 新衛隊集団指導者となる。これらがやがて部隊編成上の故障ではなくなり、階級とされたものが新衛隊の階級制度である。新衛隊集団と新衛隊旅団はそれぞれ、新衛隊上級地区と新衛隊地区に置き換えられて、部隊編成としては廃止されたが、新衛隊集団指導者と新衛隊旅団指導者は、階級名として残った。なお、 新衛隊上級集団指導者の階級が生まれたのは1934年の長いナイフの夜の後、ヒムラーの新衛隊全国指導者が突撃隊幕僚長と同格になった後である。新衛隊の階級はエリーシ賞と検証によって見分けられた。エリーシ賞の導入は1929年8月、検証の導入は1933年5月である。 もともと新鋭隊の検証は、可視官及び、兵卒、下級将校、上級将校、将官という大雑把な区別をするもので、デザインは突撃隊の検証が原型で黒と銀色の配色からなった。ところが1938年3月には、SS 特務部隊においては陸軍型の検証が導入され、検証での階級が細分化されて示されるようになり、後に、 一般 SS でも用いられるようになった。1934年の長いナイフの夜事件の後に、階級賞に、やや変更が加えられ、さらに1942年4月には、新衛隊上級大将の階級が追加されたので、召喚の襟賞の階級賞に、大きな変化が生じた。新衛隊二等兵と新衛隊一等兵と、 親衛隊少々以上の召喚階級において、一般 SS と武装 SS で違いがあった。また武装 SS には、一般 SS には存在しない、親衛隊特務総長の階級が存在した。親衛隊二等兵は武装 SS では、SS シ周瀬、一般 SS では、SS マンとなる。親衛隊一等兵は、両方ともそれに、オーベルがつく。 召喚の階級は武装 SS では、ドイツ国防軍陸軍と同じ階級を用いていた。武装 SS の対象は、ゼネラル・レア・バッフェン・ SS となり、これは武装 SS が陸軍と連携する上での、関係からである。なお、武装 SS の召喚は常に、一般 SS の召喚も兼ねており、武装 SS 大将の場合、階級は、親衛隊上級集団指導者及び、 武装親衛隊大将となる。さらにナチスドイツにおいて、警察は SS とほぼ一体だったので警察の召喚の階級は一般 SS と武装 SS と警察の三つの階級の肩書きを持っていることが多かった。例えば、親衛隊上級集団指導者並びに武装親衛隊及び警察大将といった具合である。階級識別のため、 初期の新英隊が採用した初期型の政治指導者、ワンショーワンショーのストライプで階級を区分した。全国指導者総統大管区指導者、総統管区指導者総統。ありがとうございます。